三遊亭健康は、五代目縁学一門会所属の落語家。福島県藍津若松市出身。本名、佐藤健二。出林は、三毛三毛。三遊亭吉美学の二番弟子、2008年9月に、新内昇進。僧侶弟子である兄弟子、幸太郎。三番弟子吉美之助との共通点として、弟子三人とも社会人からの転職である。 二小学籍大学文学部卒業。また、健康が交楽に許されるまでに入門を願い出た回数と交楽が元師匠八代目、林家正蔵に入門を願い出た数は同じである。落語家になる前は様々な仕事を転々としており、落語との出会いは27歳の頃に魚菓子で働いていた時で仕事が昼頃には終わるので、 安いお金で時間を潰せるところはないか、と、寄せに通い始めたのがきっかけ。寄せに何回か通っていると、三遊亭吉見学の講座によく出会うので、これは運命かな、と思っていた頃、たまたま家も近く、この辺に家があるな、と、スクーターで走っていたところ、偶然、降楽の散歩中に出くわして、弟子にしてくださいとお願いをしたところ、 好楽が、どうでもいいけど、ヘルメットを取れと言ったとのこと。その後、3回入門を願い出たが、年齢のこと、既婚者であること、子供もいることなどの理由で断られた。最終的に入門を許可されたのは、好楽が、じゃあ、奥さんに電話をして、許可を取ると健康の妻に電話をし、はじめ、健康の妻は、三遊亭吉見学のことを分かっていなかったが、 商店に出ているとわかると一変し、お宅の旦那が、話し家になりたいと言っているがと聞くと、よろしくお願いしますと即答され、そして入門が許可されたとのこと。柳屋北八、三遊亭家武蔵、柳屋京太郎による、落語家ユニット、落語教育委員会に、2016年5月北八、没後、2017年2月15日、練馬文化センター公園から新メンバーとして、 加入、出演。ただし、会場が、鈴本演芸場の公演の際には、鈴本に出演することができない、演楽一門会所属の健康は出演せず、落語協会所属の他の落語家が、ゲスト出演している。2017年11月以降、三遊亭大楽、三遊亭一万立花と共に、落語芸術協会の新宿末広亭の定席に、 広報枠で上司出演しているほか、同協会の興行にゲストなどでもたびたび顔つき、されている。また、末広邸では、2017年から、年1回、夜1回の枠で、健康、大楽二人会を開催している。上記3点の DVD は、Amazon オンデマンドのサービス終了により2021年6月4日で、販売終了となった。ありがとうございます。